さんがぜひ中森さんとご一緒にというふうに伺ったんですけれど、テレビ見てね、少女への振りがすごくいいなと思って、で不安になってお願いしたんです。どうですか、実際にご覧になって。やっぱりいいです。あの中森さんからご覧になって井上陽水さんというのはやっぱりそう、よく知ってました。うん、歌なんかもよくお聞きになりました。そんなには聞きはしなかったんですけれども、一番上の長女とかがすごく大ファンで、レコードはほとんどうちにはあります。今日はご一緒に歌っていただくことになると思いますが、陽水さんはそのなんか自分の歌をきっかけとなったようなこととか。私が一番尊敬してたのはビートルズでした。そういったものは中森さんは例えばどういう歌なんですか。そうですね、今には影響はない、あんまりそうしてないと思うんですけれども、小さい頃からシャンソンとかよく母が好きで聴いてて、そうですか。でよく銀座カンカン娘とかよく聞きました。今の明菜さんの歌からは全然想像つかないんですけれども。